皆さんこんばんは、くびれ専門トレーナーのエミリーです。今日の動画はじゃじゃーん、こんにちは、パーソナルトレーナーのカンナです。はい、もう外国人ボディ研究家でもうお尻の職人のカンナちゃんに来てもらいました。はい、お願いします。ということはお尻のケアでございます。今日はトレーニングの前に1種目やっていただけるともうお尻がさらに丸くなるセルフケアをお伝えしていきたいと思います。で、今日はですね、ジム行けてなくてもお家でもできるものになるので、トレーニングの前にもおすすめだし、トレーニングになかなか行けない時にもね、いいよね。というわけで早速紹介していきたいと思うので、今日はかなちゃんよろしくお願いします。お願いします。今日は座骨を剥がします。じゃあそれは何をするのかはこうやりながら聞いていきたいと思うんですけど、まずちょっとビフォーアフターをチェックしてもらいたいですね、みんな。はい、かんなちゃんのビフォーアフターもここに出しておきます。じゃりん。はい、皆さんもこんな感じでちょっと写真撮ってみてください。で、片側からやると変化も感じられるので片側やってみましょうね。今日使うのは何でしょうか。こちらの柔らかいゴムボールです。中はなんか空気が入ってて、大きいバランスボールのちっちゃいバージョンみたいな。柔らかいやつでいいんだ。うん、柔らかいのおすすめします。これどっか100均とかでも買える。うん、100均でも買える。おもちゃ売り場、うんうん、が Amazon でも売ってますので、ではやっていきましょう。やっていこう。エミリーチャンネル。最初に座骨剥がしをやっていきます。まず座骨がどこにあるかを皆さん確認しましょう。お尻グッて突き出すとここに骨がね1個と2個ありますので、まずは片方側からやっていきましょう。座骨の下ですね、ここにさっきお見せしたこの柔らかいボールをですね置いていただいて、で上から座って、で動かしましょう。コロコロします。コロコロしますよ。背中丸まっちゃうよりは少しこう天井に引っ張られてる感じで持った方がいいね。そうだね。うん。ちょっとね。こんな感じでね。はいはい。はい。で、これ座骨の下だけじゃなくて、座骨の外側とかもかなり癒着がひどいので、ちょっと体をですね、ひねってもらって、こういう感じで、ここからもう、ゴロ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 やってみてください。気持ちよさそう。で、結構気持ちいいよ。でも外側痛いかも。確かに。外側はね、張り付いてる。わかる。外側張り付いて閉じるんだよね、座骨が。そうだね、確かにね。本当にここをよくほぐしてください。座骨の写真ちょっと出しておきますけれども、座骨がね、こうやってすごい閉じちゃうとお尻ってこうね、ギュッて下側に縮んじゃってたるんじゃうんだよね。そうそうそう。で、上が開いてなんかこういうパパッとね、四角い感じのお尻で腰周りにお肉がついたりとかしてしまうので、骨ってお尻の形を変えるのにめっちゃ大事だよね。本当に大事です。だから座骨で開いてると、うん、こういう閉じてるとこうなっちゃう。うんうんうん。ここでね、なっちゃうもんね、四角い感じになって、ここがね、へこんじゃうんで、へこんじゃう。これは開いてあげて、ここを締める、うん、そうそうそう。そうするとキュッと締まっていってくびれもできます。間違いない。くびれの先生が言ってるから間違いません。これ1分ぐらい、うん、全体的に、うん、1分ぐらいいい感じですかね。ちょっと立ってみますね。はい、立ってみますね。はい、ね、やばいよここ。え、ほら、上がってる、上がってる、上がってる。座ってみようかな。え、なにこれ。おお、すごい、かんなちゃんですらこんなに変わります。ということはもうデスクワークとかでね、ずっと座ってる方はもうめっちゃ変わるよね、めちゃめちゃ変わると思いますよ。ぜひ皆さんやってください。もう本当にこれだけです。私よくね、椅子とかに座ってお化粧するんだけど、化粧しながら椅子の下にこうやって置いてるの。そうそうそう。で、ファンデーションこうやって塗りながらもちもちしてる。え、めっちゃいいね。こういう感じ。柔らかいからさ、グリグリなんなくていいよね。うんうん、これさ、硬いボールだと結構多分痛いと思うね。痛いね。そう、座ってこうやってやってるのは、うん、痛いよ。なのでぜひ皆さん、このこれ本当に子供が遊ぶやつでしょ。子供が遊ぶやつでいいのでやってください。はい、今日はもうめちゃめちゃ簡単な、もう1種目やっていきましたけど、これでトレーニング入ってほしいですね。そうですね。こっちの方が片足でこう立った時とか、股関節をはめ込むようなこうスクワットとか、うん、スムーズにこうはまるからね。本当だ。座骨がさ、こうさ、ちょっと閉じてると、うん、閉じてるとさ、降りた時にさ、こうなる。そうなのよね、うん、ここになるからね。そうだから、せっかくこうちゃんとしゃがみ込めてるのに、うんうん、お尻がこうぐるんって下に回っちゃうのめっちゃもったいないので。もったいないです。ぜひ皆さん、このセルフケア、座骨剥がしやってみてください。丸いお尻の作り方第2弾の完全版アーカイブが出ました。
こちらがですね、今年の3月に開催したんですけれども、500名以上の方に参加していただいて、本当にね、大好評で締め切ってしまったんですよ。結構早めの段階で。で、その完全版が出ました。今日紹介していったのは、この完全版アーカイブ第2弾の中からやっていた種目だったんですね。一つの種目でこんなにお尻が変わるので、もうまるっとお尻しっかり作り変えて、プリッとしたお尻を作りたいという方は、ぜひこちら見てみてください。今月末までは特別価格でご提供しておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。かなちゃんの公式 LINE もあります。いろんな特典があるので、ぜひ友達登録してもらいたいですね。はい、無料でゲットしてください。というわけで皆さん今日は見ていただいてありがとうございました。本当に一種目だけでも変わりますので、トレーニングいきなりね、ジム行ってやっちゃうではなくて、まず一つでもいいのでやってみてもらえたら嬉しいです。私たちはね、皆さんの丸いお尻が作られることを願っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日の動画が面白いなと思ってくださった方は動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。かなちゃんありがとう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。